日本徳島県鳴門市鳴門町三井市鳴門町,三井,鳴門町三井市は徳島県鳴門市の大技大下島内に位置する2011年12月31日現在の人口は1195人世帯数は560世帯郵便番号は郵便番号772-0052鳴門市の東部大下島の南西部に位置する東の鳴門町と佐渡マリウラとの間には 三石山がある。北はすくの海に面している。西の鳴門町高島自中島との間にはま、水尾と呼ばれる水路が地内西部を南北に通る。無町地区へ出るには、鳴門町高島を経由して、市営黒崎都線を利用するか、小鳴門橋を通行する方法がある。鳴門教育大学の開校に伴い、昭和59年から、鳴門市営バス、 徳島バスが運行するようになった。かつては、声援が盛んであったが、鳴門市鳴門町土地区画整理組合の下で、土地構造が行われ、塩田は失われていった。江戸期から町村制の施行されたにかけて、万道軍及び、板野軍の村であった。漢文4年より、板野軍に属した。明治22年に、道軍鳴門村、昭和15年に、 ナルト町の大あざとなった。昭和22年3月には、ナルミナミ市、同年5月より、現在のナルト市のあざなとなる。三石西北の海浜に3つの大きな石があったことによる。なお、3つの石は、塩田の妨げになるため破壊され、現存していない。ありがとうございます。